ロイ・リチャード・シャイダーは、アメリカ合衆国の俳優。ジョーズのブロディ所長、オール・ザ・ット・ジャズのジョー・ギデオン、フレンチ・コネクションのロッソ刑事役でよく知られる。最後の出演作は2010年に公開された、スリラー映画、アイアン・クロスである。シャイダーは、アルムービーにおいて、すべてのハリウッド俳優の中で最もユニークであり、優れた俳優の一人と評される。 彼は二度のアカデミー賞、一度のゴールデングローブ賞、英国アカデミー賞にノミネートされている。1984年には日本のスーパーニッカの CM に出演した。ニュージャージー州オレンジで自動車工のロイ・バーンハード・シャイダーとアンナ・シャイダー、夫妻の息子として生まれる。母親のアンナはアイルランド系のカトリック教徒であり、父親は ドイツ系のプロテスタントの移民であった。幼少時からスポーツに打ち込み、野球やボクシングでその才能を表した。ボクシングでの階級は140ポンドの体重から、ウェルター級であった。メイプルウッドのコロンビア高校に通い、1985年には、同校の栄誉の殿堂入りしている。その後ボクシングから演劇に転校し、 ラトガース大学及びフランクリンマーシャルカレッジで演劇を学んだ。同校ではファイカッパ祭のメンバーであった。卒業後、空軍に入隊し3年間完成業務を行った後。後ニューヨークシェイクスピアフェスティバルに出演し、1968年にはオビー賞を受賞している。その後、2つの CBS 連続ホームドラマ、ラブオブライフ。 ザ・シークレットストームに出演した。映画初出演は1963年のホラー映画カーズオブザリビングコープスでロイヤール・シャイダーとクレジットされた。1971年にはコールガールとフレンチコネクションに出演し、フレンチコネクションではアカデミー助演団優勝にノミネートされた。 知的なキャラクターで名脇役、悪役として存在感を増していくが、1975年には、ジョーズで主演し、大ヒットによって一役名を高めた。1978年には、続編の、ジョーズにでも主演した。1979年には、ボブ・フォッシーの自助伝的映画、オール・ザ・ット・ジャズでミュージカル舞台監督の、ジョーギ・デオン役を演じ、 イメージとして定着していたタフガイのステレオタイプを打ち破り、同作でアカデミー主演団優勝にノミネートされる。90年代以降は、いわゆるサイコサスペンスやホラー作品に出演が集中するようになるが、スティーブン・スピルバーグ制作のテレビシリーズ、シークエスト DSV では主演を務めている。2004年、 多発性骨髄腫と診断され俳優業を休業して治療に1000年2005年6月に癌治療のため骨髄移植を経験するも2008年2月10日4年近くにわたる闘病の末死去した75歳没ありがとうございます